ラジオスラットです。今日はこちらコカッションやっていきます。さあ、ここ最近ですね、こちらゴブリンバレルものすごい弱いでさえ全然流行ってないな、珍しく流行ってないんですけど、まあそれも全てダガーガールですね。はい、ダガーガールが強すぎて、ダガーにゴブリンバレルなくてもマジ一発ぐらいしか殴んないんですよね。だから最悪無視されちゃうみたいな、そう全然入んないんで、まあちょっと試しに飛ばすか。はい、どんぐらい削ってくれんのって話ですよね。まあ柳目とかウッドもね、今ドリル環境で多いので単純に刺されにくいっていうのもあるんですけど、まあはい、枯渇はね終わってます。今の環境マジで終わってます。終わってるからこそ、今日はね救っていきたいなと思います。で、まあどうやって勝つんだろう。え、もうつまんないやん。この削りやばいよ。えぐすぎる。今ので1600ダメージ受けました。本当に嘘って言ってほしいですよね。本当です。はい、っていうので相手は舐めたスタンプを送ってきてますね。しばきます。はい、キャスケロイフかな。まあ単純にね、進化ボンバーでゴブリンバレルも完封されちゃうだとか、単純に環境がきついのはあるんですけども、今日はねこのポイ枯渇ね、マルチ上位で唯一います。はい、この形が、これ以外の枯渇の方はね見てません。はい、よいしょ。なので今日はこれで やろうかな。でポイズンなのは、まあ最近エリクサーポンプちょっと多いね、あとはダークネクロも多いねっていうところに対してのポイですかね。ロケだったらな、エリクサーポンプにね打ったら1アダ取られちゃうんだね。やっぱそれがきついっすよね。よいしょ、逃げの棒ポイで適当にお茶を濁しまして、おー進化すけど、ね、マザーネクロか、マザーネク。まあインフィ置いとくか、ウッドもして、俺のマックスジャーマー相手のボンバーなんで、そこだけ気をつけよう。まあポイ張ってもいいね。ボンバーめんどくさいよね。まあマザネコもめんどくさくはなります、この後。まあでも俺インフェ置いとけば多分突破されないと思うんで、インフェ置いて引きこもります。いやー囲める？いいね。いやーなんか進化ナイトがもったいない感じにはなってるが、これ守れば最終ロケ削りやります。でゴブリンバレルね、まじ飛ばしたいんですけど、飛ばしても弱すぎるんですよね。まあ一回飛ばすか、ヤナアメ使わしたいよな。でポイズン削り、このマザニコ美味しいな。いやー、まあ、ちょっと強いよねそれ。なんなら延命は無理か。うん、さあでも削っていきます。いや橋前プリンが強いんだよね結局ね。よいしょ。さあインフィ置いて、適当に竹取って、適当に豚しばいて、インフェゲーではあるか。そろそろ一回お返しのハテナスタンプ送って、マザネクね相手は。まあポイズン張ってもいいな最悪で。ここはねヤナメ使われるか使われないか分かんないが、さあ使われます。ってことはさ、これ進化スケちょっと熱いか。そんなこともないから、いや結構熱いね。キョスケを食えます。なんならボンバーさえも、いやー食って欲しかったが、いや強すぎんな。いやポイズンで削る。てかダーガーが寝てる、ちょっとだけね延命しちゃう。さあウッドある。おい、いやめっちゃなんかいい感じになってる。さあでも、いやダーガーがね強いのよね。さあでビビった時には棒ポイです皆さん。はい、でこれはもうウッドでほぼ解けるだろう。おい、えポイズン便利すぎん。さあこのためのポイで
全然入らん、全然入らんが回転は早いんで適当に回してさ、ダガーがガスケツの時に削っちゃいたいね。ヤナハメがある、でもヤナハメ使いました。さあ進化スケがありますみたいなね。なぜアイスピじゃないんだろうと思うんですけど、まあ結局ダガーガールに対してアイスピが弱すぎるかな。まあだからスケでなんか少しはね防衛で頑張れるとか、そっちの方がいいのかなとは思います。まあ今まで以上にね、あの始めプリンで削んなきゃ枯渇は苦しい気がします。またナイトでダガーガールの攻撃を吸収して、その後にゴブリンバレルさせたとか。よいしょ。さあロケじゃないのでね、ラバルとか来ると普通に泣いちゃうんですけど、8枚プリンして稼ぎます。いやー8枚プリンって冷静に強すぎん。まあ飛ばすか。いやマジでねこれで一発とかなんだよな。どんで帰るんだろう。あーマジの一発だ。ボンバーね、ボンバーも強いんだよな。なんか同じような。ああ、でもこれはあれか。キョスケゴブジェイかな。多分ね。多分キョスケゴブジェイな気がします。これ、ダガーがさ、どんぐらい頑張れるかにもよったが、まあまあまあいいか。ゴブジェイにイーフェア使いたいな。で、左側結構削れたっすね。でもこういうナイトが竹取り終わった時ぐらいに飛ばすのはいいんですけどね。ダガーの攻撃がなくなるんで。よいしょ。まあまあ、ゆっくり行くか。本当にね、ダガーガールだと、適当にホグライダーを飛ばす、ディガーを飛ばす、バレルを飛ばすだと、削れないんでね。やべ。これ良くないか。よくね、バレルからの進化スケで守ろうとも思ったんですけど、なんか許容されてね、スケに速攻ザップ打たれて怖いかなとも思っちゃったっつ。さあここはボンバーね、進化ボンなので頑張って守りたい。俺は高めで進化ボンバー警戒してますような顔しとくわ。さあポイズンで削ります。で呪文来たらギャングあるけど、よい、おいしいね。で、8枚プリンです。あー、えら。これ読んでんの、いかつくね。さすがに。いやー、もう怖いって。それが入ったらどうしようってなっちゃうやん。ザップがあります。いやー、バレル。バレルマジ飛ばしてもいいか。入らないんだね。飛ばさない。入らないなら飛ばさなくたっていい。いやー、いいね。このなんか、ポイズンちまちま削りがいいな。インフェ置いて、多分ライトニングあるんだよな、でも。いやー、まあこれは延命しないといけない。普通だったらここでゴブリンバレルを飛ばすんだけども。さあ、プリンが溜まっていきますね、これは。いきますね。こっちは延命とかしちゃってもおもろいけどね、この流れ。これめっちゃいいぞ。いや、めっちゃいいように見えたが、やめてー早く。俺の理想とは全然違いました。いや、でも、プリンセスゲーが始まってはいるか。いや、ダガー強え。これでもナイトでさ、ダガーの吸収したかった、もっと。ポイズンで削る。まあ、おとなしく一回インフェ置いてもいいな。一回置いて、インフィはしっかり延命したいね、これ。よいしょ。まあ、ザップ来てからギャングとかでもいいよね。正直。なんならウッドだけでもいい。いやー、だが強え。さあ、一生8枚プリンは警戒されてるんで、まあ、後ろからプリン出しとけばいいよね。それなら。警戒されてんのに無理に飛ばす必要はないと。まあさすがに止まりそう。負け筋はね、あいつです。はい、あのボンバーです。てかゴブリンバレル、こうなったらさ、いらない。
ゴブリンバレル飛ばすタイミングなさすぎるんやけど。いやでもこういうね、こういうのいいね。そう、ザップも使った、いい。でダガーのエネルギーもない、さあ理想的なタイミング飛ばしてダメージを稼いで、え、なんか焼けた。でこうなればね、もう飛ばしとけば相手にして嫌でしょ。でポイズンで削ってインフェが残ってる最強を、よいしょ。いやいいね、なんか今までだともうガンガンゴブリンバレルを回しまくって飛ばしまくるみたいな戦術だったと思うんですけど、それはもう変わったんですよね。もう削れないんで、まあ、様子見て確実に削れそうな時に飛ばすが重要な気がします。さあなので、まあ、橋前ギャングとかもこれどうなんだろう、弱そうだよな。いやーボンバーしかいねえやん今のクラロは。下方はまだですかい。お、でも嬉しいお知らせ、ジャイダクネボンバーだからこれポイズンがぶっ刺さります。あ、でもあれだ、エリポン持ってるんだ相手。一旦プリンとかから、えこれしかもダガー寝てたわ今一瞬、寝てれる、寝させますスケでからの、え、まあボンで、やばい。いやでもプリンがさ無敵タイム来てるからの、いやーこれエリポンに落とし気っぽい打ってもらそうだな。来たら好き出すけど何も来ないパターンの方が濃いよね。さあ、いや守れるかなこれ、ポイズン打たなくてよかったかもね。うん、まあ守れるか分かんないが守りにはいきます。で柳目持たれてるんでね。さあ人を笑顔にさせる天才です、どうもこんにちは。これはポイズン打てばいいよもうプリンセスがいらない。さあポイズン打って全溶かし、逆勢のダガーも働きます。あでもこの後のねエリクサーポンプがね少しきつくなってはくるけど、まあ耐えることの方が大事っすね。で今とかもバレル飛ばしたところでな、マジ100ダメージなんだよな。飛ばすぐらいだったら橋前プリンで確実なダメージでコストを咲かせる方がいい気がする。よし、え、やばすぎるそれは、男すぎるぞこいつ。そこまでの許容は想定はしていなかったな。でもターン折れる折れるね君。でまあボンバーが一応来るんで、もう先にポイ打っとこうや。え、美味しすぎる。まあ多少入るけど、まあこれはねギリ許せます。進化助がある、進化助にさ柳目使わしたら、これ柳目ザップを使った後なんで残るはずなんですけど、いい感じのボンバーが来ちゃったな。ビビリポイズン打っちゃいます。まああの守れば勝ちなんでね、贅沢で割るが、さあポイズン打ってインフィも置いて、まあこれで落ちてくれたらラッキー。ああ強すぎるよな、ニコスですからねあれ。さあしっかりポイでね、これがロケットだったらきついんですよね、てか勝てないと思う。うん、まあ、だからポイズンが今ね使われてる理由ですね、枯渇デッキとか。まあ、他のデッキでもポイズン結構流行ってるんでね、まあ、確実にしっかり守ってちま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 していきます。初手バレル弱すぎるんだよな、だから、まあ、ギャングだったらどうなるのかを一旦検証してみるか。おお、いや意外と入る、意外と入るか。おお、いやでもプリンセスターの方が確実に入るっすね。で今回またザップエリポンなんで同じかもね。うん、同じジャイデッキの可能性はあります。まあ、そればっかなんでね本当に。いやマジでそうだな、ジャイがさあ来ます。まあインフェ、インフェどんぐらい頑張ってくれるんだろうなこれ。
まあまあまあ許すか。さあエリポンには確実にポイズン打って、正直ダメージを稼ぐよりはダメージを受けない方の立ち回りの方がねいい気がする、この枯渇だと。本当にいやこういう時にハシマイプリンしちゃってもいいが、まあ、ボンバーのタクもね、うっ、まあ痛いが痛いが、まあまあまあ抑えたんじゃない、シンクザップ使わしたんで。矢の雨もある、矢の雨もあるかな、わかんねえ。いや削ります、サイカル無視できるんで。てかプリンスよ、矢の雨だけやめて。おお、近畿できそうじゃね、え、キング起動でかすぎる正直。待って痛い、キング起動の前に痛すぎる。おいやば、え、アホやん普通に考えて。いやーやらめなかったら幸せだけどありますよね。まあまあまあちまちま行きますか。私はまあインフィを言ってもいいけどな正直。これ柳回んねんじゃね、ボンバーだけしばけたらね。いやてかインフェ強、進化助がいらないインフェが強すぎてはいる。まあボンバー回んない、さあこれで事故っちまってもいいよ。うん、強いな強すぎるんだけど、ボンバーでささっきからダメージがひっくり返ってはいる。さあでこれポイズン打つとエリポン置かれるかもしれないが、置かれますねさすがに。まあでもちょっとうざそう。いやマジでこのさちっこいのいやちょっときつい説ある。うわーシンクザップはやばい。いやでもイケイケな攻めがさ刺さる、やなめ使ったな、しかも流れはいいぞからのダガーガールがさ暇になる。矢の雨が回んない、ポイズンで削る。いやこのダガー不足のさバレルタイムが無双はしたな。負け筋はあのボンバーっすね。あいつだけ確実に仕留めて矢の雨ザップ使いました。進化助こんにちは、気づいたらウッドもポイズンもありますよねと。いやもうじゃあ弱すぎだろジャイしか来んやん。まあ、でもそんだけ強い柳雨ザップジャイにもさあポイズンだとね戦います。まあしっかり守ることが大事な気はしてるっすよね。さあどうしようかな、初手バレル本当に弱いんですよね、本当に弱いんで、まあバレル飛ばすぐらいならこれでねナイトで進化回してここのバレルとかの方がいいな。ワンチャンウッドなければうー取るね、やっば。さあゴブリンドリルや、流行りのね、もう流行りというかみんなドリルやんっていう、もうジャイとドリルのね環境ではある。うい、さあいい耐えではあるんじゃないでしょうか。キング起動終わりました。はいゴブリンバレル全無視されます。いやーハシマイプリンの警戒ねしっかりねしてるらしいね。でも行っちゃう。さあゴブリン一発ぐらい欲しかったな。まあ俺はねハシマイプリンであと2000ぐらい削りますぐらいしか勝ち筋がない気がしてきた。
で、ドリルはしっかり拾いたいな。先置きないとかなんかとか。え、これさ、言ってんじゃね？テスラ。いやもうね、このドリルが強すぎるんだよね。でも、ハッシュマイプリンも強いです。いやー、負けるよね。謎ドリル、ファルチか。あ、でもこのファルチもあれっすわ。その、今の流行りのジャイダクネを対策したというか、もう、しかないわ。それ以外で流行んないだろ。さあ、ボンバー。一回これダガー切れてるし飛ばすか。早めに焦がしちゃいたいな。いやーマジそれ強い。強いけど俺の線もうちょっと入ってほしかったな。いやーいや意外とね悪くないんだよね実は。特別良くもないが、悪くもない。さあ削る。いや8枚プリンでかすぎる。入らない。俺はいい目を持っている。いや強すぎる。なんなんそいつ。おお緑の物体強すぎるだろ。どうなってんだよ。いやーこれでいい。相手ねウッドがないんだよね。トルネか。ウファルチやめろ。ちょっかい出すなよ。うわー、ちょっかい出すなよマジで。いやシュマイプリンはね良くないね。そうね。なんだあのテスラ。警戒鬼だな。焦がしちゃおう。いやートルネ剥がしもあるな。でもさすがにボンバーみたいないなかったっけ。やばい犬くれそう。マジで簡単それ。簡単すぎはする。マジワンチャンないですか。やばい。うわーマジで惜しい。マジワンチャンあったか。うぜーこいつ。次あったらマジ芝来て。トルネドリルね。いやでも本当にきつい。ウッドなくてこれだかんな。本当にいかに8枚プリンで削るかと、まあドリルを抑えるかというか、まあボンバーのダメージ抑えれない。抑えないといけないんですよね。でも気合でな気がします。もう一回やれば勝てそうだな。なんか立ち回りを見つければ。さあマッシュマイプリンしか脳ないです。エリゴレか、まあゴレかみたいな感じですね。いやーだが強え。だが強すぎるなこれ。よいしょ。まあゴレかな。まあジャイもあるか。一応ジャイもあるね。警戒すべきは8枚ボンバー。ああ気持ちいいなそれ。斜め使ってくんねえかな。まあここはナイトで相手のダガーがはい疲れちゃうので。ああ、えトルネなんや。え。え俺ジャイだと思ったな。違うらしい。どうにやらゴレっぽいね。あんゴレらしいなこれ。なるほど。
それくる来るかな、来ないんや。さあゴレですね。まあライトニングかな、わかんないけど、負け筋はなんだろうね。まあ結局進化ボンバーみたいなとこある。うん、まあこのサイクルは進化しないボンバーだと思うんで適当でいいな。いやこの距離美味しいな。まあライトニングかな、この俺は進化すけで頑張りたい。進化すけこれ頑張れないか。あスケキンに対してそういえば弱かったわ。ふふふ。進化すけ。え、弱すぎるな。痛い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 。まあでも、端前プリンで削ります。もう、端前プリンしか脳ない。まあ、ライドラ来たら適当に時間稼ぎたいが。まあ、ポイズいらなそうだな。いや、いるか。いるかいれないかなんか微妙だったんですけど一応出してきました。困った時のね。いやウッド強さあ耐えましたら、残りはね足前プリンよいしょ。一発うわ一発欲しかったな。あでもこれナイトが竹取ってんで美味しいね。まあいい方いときゃ相手の攻め取んでしょ。さあケツから来る。まあこれは回して、まあ、負け筋はあのまたボンバーではあるんですけど、さすがにあいやこのボンバーは大丈夫。で延命してあげて棒っぽい張ってウッドも張って、まあ許容できるか。おい、さあまあ残り769が世界一遠いっちゃ遠いんですけど、プリンが攻撃してくれたら楽だな。しねえな。燃やして進化すけで確実に溶かして、まあプリンなんか低めに置いて、ふふふ。マジで棒ポイ、棒ポイをするのかろんか難しい。ふふふ。さあ右の方が入るやつだ。いやもうダガーが強すぎてゴブリンバレル入んねえんだよね。さあもう絶対負けない立ち回りの棒ポイしちゃった。え、それ強い。このボンやばい。ボンバーが最強すぎるか。負け筋ボンバーか。これさあもうイケイケどっこいしょで全然入んねえな。これでさただ落ちねえもんな。勝てー。さあダガーガール相手にねマジでバレル通すの難しくなったな。通すのむずいからこそまあロケット採用も強いとは思うんですけど守れねえ。そしたら守れねえんだよ。さあラッキーボックスでまあ出ませんね。20枚いらないな。さあもう端前プリンで削ろう。もうダガーガールしかいないっすね本当に。よいしょ。ホグとかオールブレーカーも見ないっすからね。よいしょ。さあ正直これで200ぐらい削れるのはね美味しい。これあと何15回ぐらい繰り返せば勝ちなんでね。まあ飛ばしてもいいが3コスで100しか削れない世界は苦しい。インドラ、インドラ珍しいな。まあこれはトルネ警戒一応するっす。ああまだラバっぽい。さすがにラバかな。でバルーンに対してロケがやっぱ欲しくなっちゃうっすけどね。
ロケが欲しくはなるんですけど、ポイズンで仕方ない、行くしかない、頑張るしかない。ここさ、もうふんこれで結構入らん。あー、縦線ね。このプリンもったいない気もするが、これ橋前ナイトまで行ったらババア使わせられると思うんですよね。え、ザップ使ったらさ、俺これ食えるよ。餌の時間からのゴブリンバレル、いや、相手終わってくね。絶対無理やん。神ファイボーいけますか、あなたは。いけるらしい。ってことはでもコストこれ、あー、それ思った思ったね。スケドラで綺麗に食われることだけ嫌だったもんな。もうワンテンポ待てばよかったっすね、橋前プリン2体目。いやー、勢いがありすぎたか、言い流れすぎたんでね、ちょっと行っちゃったっすけど、行かなきゃよかったっすね、後悔。おー、まあ虫かな。インフェ置いて最悪もう一周回してもいいな俺。うん、回せるかどうかは分かんないんですけど、気合で。あ、いや美味しいの、さすがに、さすがに美味しい気はするが、ちょっと怖い気もする。ギリギリで竹取りながらプリンが頑張れます。いやーいいね、ポイズンもあるよ。ちなみにポイズンもあるし、進化スケもあります。インフィダッティよいしょ。何でもあるか。いや、進化スケちょっと活躍するやん。さあ、スケトラに食われるか。進化スケね、まあ加工されてからなのかな、わかんない、環境的になのかな、そんな多くはない、減っちゃったな。さあ行きましょう、ダガーガールね。ちまちま行きましょうね、ちまちま。そう、メガゴよ、珍しいの。メガゴか。さあジャイ、なんかいい感じになってはいる。いや、インフェ強いよ。いや、アド結構取れたっすけどね。単品バレル、まあやっとくか。1枚ぐらいコストは使わせられるっしょ。さあ、でもこの一発100ダメージですら美味しい。さあ、いらないけど、まあ、え、ってかジャイなんですけどナイト入ってんの。あ、これスパーキーかもね。いや、めっちゃスパーキーだな。負け筋はまあボンバーかな。ボンバーだけ気ぃつけたいな。いや、これダガー切れるんで左に飛ばしちゃう。呪文チェック、いや、でかい。あのボンバーウッドでしばけます。いや、だキング起動だっていいな、正直。余裕があるんで俺、近畿できるかな。いや、めっちゃいいわ正直これ、この近畿起動からの。さあ削る、橋前プリンしか脳ないです。どうもこんにちは。これちょっとうざくない、相手の呪文何なんだろうね。レイジか。いやー、だがいい。で、レイジだからさ、バレルが刺さるんだよね。しかもさ、単体カード多くない？この相手。よいしょ。結構入るよ、それ。いやー、ボンバー強いね。さすがに。さあ。棒っぽい貼って、確実に耐えたい、俺は。いや、まあ、メガゴの事故もね、気をつけて。いや、ファイボレイジなんかな、呪文。どう考えてもインフェが突破できないし、バレルもきつそう。
いやでも完封がイージーだもんね相手。さあワンチャン来るがインフェもあります、はい、なので突破できません。まあボンバー来たら嫌ぐらいよ。いやまあいいファイボではある。でも0時だとさ突破できないですよね。やべ嘘って言って前衛3体消滅。いやこれポイズン削りもあります。じわじわ幸せな顔して。まあ負け筋はあ今8枚プリン切り替えとくかな。マジボンバーだな。こういうナイトが負け筋です。ボンバーがね来ます。警戒だけして、さあ入れば楽。入らない。進化ないともある。いやーこれ絶対勝ったやん。インフェがインフェをさ突破されないよね。うん、さあカチコチです。まあ相手は俺がコストないかもと思ってるかもしんないんですけど結構あります。いやーこれだけで強いぞ。いやこれやばいな。相手のデッキもなんかあんま見ない、ちょっと型変わってんすよね形が。なんかジャイとナイト一緒にいる世界ないもんね。クラロアによいしょ。いやーめっちゃいい受けだ。よいしょ。さあポイズンで削って、まあこれはファイボレージなんでね美味しかったな。さあ神相性です。インフェも良かったね。宝箱も回収と。さあというわけでコカッちゃんですね。まあ今の環境そんな流行ってはないんですけど、まあ今ね使うならポイズンインフェ型がおすすめかなというわけで、皆さんぜひね、はいコカッちゃんもやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。お疲れ様でした。